日本だら今荒れてるのはな、実はな、し指示待ち世代どころか、まあ、指示待ち世代って実は、まあ、うちらぐらいから、下の世代のこと指示待ち世代って言ったけど、その後に来たのはな、と、その、教えてください世代っていうの。教えてくれるのを待ってる世代。まあ、どうせ教えてくれるやろうって。教えてくれるまで待っとけええやんって。さらに好きなことしようって。教えてくれな話にならへんから。困る。だと、まあ、困るやろ、あいつらって。教えの困るやんけ、あいつら。なんでか言ったら、売り手市場やから。絶対、うちら雇わんと、労働力不足が困るやるから。だから、それ絶対教えてくれん、そのうち。っていう態度になっちゃってるな。これが教えてください世代。で、まあ、そのゆとり教育の時代と重なってんねん。な。だから、ゆとり世代には、教えてくださいタイプの人の、メッサーおるはずやねん。そうじゃないタイプもおるけど、そんな案外浮いてるんちゃう。ゆとり世代の中で。自分で考える余裕ができたっていうこと。それでもな、ゆとりの中で、ゆとりを味わいながら、ゆとりを満喫しながら教えてくださいやってるやつら、から嫌われたんちゃう。で、今、外で荒れてるやつらとか、まあ、中で荒れてるやつらというか、ネット上に熱されてる。あれ、全部知識偏重、知識積み上げ方やけど、教えてください世代に。でも、こんなことも知らんのかって言って現れるけど、それは教えてやるの変形やねんな。教えてください世代は絶対教えてやるになる。教えんでええ言ってるよ。結局、じゃあ、あんだけなんで採用したんですかって。まあ、その前の時代、バブル崩壊の時代は、まあ、うちの世代なんだけど、その後また急遽雇わなあかんなったん、一時期な。その時の話しちゃうの。うちはバブル崩壊1年目やって、うちの就職は。就職活動盛んにしたのバブル崩壊したように私。ところが留年しちゃってね。留年ってやんな。で、あ、そうそう、バンドやりすぎて。ロックバンドやりすぎて。な、夢中になったと。なんで、まあ、5年で卒業。実は日本ハムに行った片岡千恵、喜映像、今でのアブさん、片岡喜映像選手も5年生までやってはんの。日本ハムに採用された後ね、入団した後ね、採用いうか、ああいうの自由いうかね、プロ野球選手ね。まあ、入団しはった後、同い年だからね。で、5年生やってはんの。だから、日本ハムに在籍しながら時々同志社の校舎に来て、まあ、実は同級生と同じクラス。いいよ、時々。で、次振り向いておらんかった。何の話やったかな。またこういう話したら、なんかもう、笑いすぎちゃうね。忘れるというよりかな。まあ、自分言ったやろ。笑ったやろ。でも、まだ心の中で笑ってんの、その片岡君のその映像を思い出したから。形な。あ、わからんかもしれん、テレビでは。球場でもわからんよ。同じクラスにあったらわかんない、片岡君の形が。あ、今度はその清原さんとか、まあ、見てはるわな。あと、立浪選手な、ちゅう、見てはるわな。片岡君の形な。うちも見たよ、同じクラスのところ。ごめんなさい、まだ笑ってない。 どうしたらいいんやろ、これは。だから、片岡君に話しかけられたときは、うちまずこうしちゃったもん。これは、今何を話そうとしてたか、吹っ飛んじゃうよ、とかね。